俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、いろいろコア行動って問題が起きたりするじゃないですか。そんな中でですね、とある話、とある問題っていうのがまだ起きております。今回ですね、東京グールのコラボレーションのガチャあるじゃないですか。それにまつわる話ですね。今回はやっていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、今回のね、東京グールコラボの無料配布分のガチャがあったじゃないですか。ログインボーナスでゲットできるガチャの方なんですけれど、あれね、制限かけられてますね。制限が初日かかってなかったんですよ、最初の方だけは。最初の方だけかかってなかったんですけれど、その後すぐにかけられていたみたいですね。どうやらそれが、金額が出ない制限という風になっておりまして、オレンジ枠のアイテムしか出ません。出たとしても、オレンジ枠の車両です。あとはもうほぼほぼ豚しか出ないっていう仕様になってますね。はい。もう豚ガチャっすよね。東京グールコラボガチャじゃなくて、豚メガネデブコラボガチャになってるっていうですね。そんな感じになってまして、ほとんど豚しか出ないっていう、なんで豚だけなのみたいな感じになっているんですけれども、今回はそんな感じになってますので、ログインボーナスの方回していたりとか、あと他にも東京グールの無料配布分あるかもしれませんが、それに関しましては正直期待しない方がいいのかなと思いますね。はい。そもそもね、パックとか、そういう配布分で回せるものっていうのに関しましては、そのアイテム倉庫から見れるアイテム一覧から確率の方が見れないんじゃないですか。その時点でそもそもおかしいんですよね。だってそこが確認できないってことは確率が保証されていないということじゃないですか。ネットリースからしてもその倉庫に入っている分に関しましては確率を保証する必要がないというですね、そういう状況という風になっておりまして、確率を保証する必要がない以上はですね、じゃあそこで正規のですね、配布率だったりとか正規のものをですね、正規の出方っていうのもしていなくてもですね、全然問題はないわけなんですよ。責められる理由はないわけなんですよね。ですので、そういう方法、前から使われておりますが、今回ですね、東京グールコラボレーションに関しましても、金枠のアイテムは出ないようになったと、そのようにですね、思われていいと思う。何だったんだと、今まで奪っていて、そしてログインしていて、何だったんだっていうふうに思う気持ちはありますし、あるとは思いますが、そういうふうに認識して、ないものはないと、諦めた方が、潔はいいのかなというふうに思います。なんでいいんですかね。こんなんで許されるんですかね。ありませんけれど、許されないからこそ今コア行動のユーザーっていうのは離れていっているんでしょう。ゲームに飽きるっていうことはもちろんあると思います。飽きたっていう上で離れる人っていうのはどのゲームでも出てきます。どんなにいいゲームでもですね、しかしですね、そういったユーザー戻ってきたりとか、あと離れ具合っていうのがあるはずです。その点見ていくとコア行動っていうのは戻ってくることは少ないですし、戻ってきて再び根付くことはないと、やっぱりクソゲーだったなという風になるのが敵の山ですし、またそして離れやすくもあると、何かがあったら制限される。自由さを楽しむゲームではなくて、いかに制限から逃れていくかっていうところで、いつからか僕たちは戦うようになってきていて、それって楽しいんですかね。それって楽しいんですか。僕思うんですけど、それって楽しいんですかね。前にも言いましたけれど、コアコードはそうやって制限方向に何かがあったら走る傾向にありますね。緩和だったりとか、自由を追っていくのではなくて、制限で抑えていくっていう方法なんですよね。全体論の共産主義ならではの考え方というふうに思います。対しまして他のゲーム、例えば最近流行っている馬娘とかですね、あとは原神とかエイペックスとか、すべてですね、自由さが面白いゲーム、その世界の自由さを楽しんだり、あと自由な想像をかき立てたりとか、そういう部分が売りのゲームじゃないですか。そこら辺はやっぱりゲームっていうのは自由だからこそ、そして自由の中に何か報酬があるからこそ楽しみっていうのをみんな皆さんですね見出せるわけで、それがなくここが制限されるばかりのゲームだったら離れるに決まっているんですよね。そのゲームの本質、そこを忘れず、今後コアコード運営はゲームの運用というのを進めていってほしいかなというふうに、今回改めて思いましたね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、有名人のツイートに相互してくださいと、ツイッターのリプ送るやつ何なんですかねと。別にね、送ってもいいんじゃないですか。送ってもいいですけれど、定型文だったら分かりますからね。普通にバレないだろっていうふうに、なんか高をくくっている人も結構いらっしゃると思うんですけど、そういうふうにお願いされることっていうのは、絶対やっぱりいろいろ普段ですね、インフルエンサーとして活動されている方の方が多いんで、企業側でもありますもんね、定型文で送ってくれ。でももう分かりますんで、そういうのずっと経験してるから、ずっとですね、なんでバレバレですよ。どうせやるんだったらもっとその人に合わせた言い方とか、そういうねやり方をしないと、こういう部分でもやっぱりしぶしにですね楽したいだけなんだなっていうのが伝わりますよね。そういう風にきっと送られた方も思ってますよ。で次ですね、復帰特典にバニエガールがあるって、あと昨日結構言われ
たんですよね。バニーガールって今珍しいんですか？結構昔からこういうことやっているんですけれど、まあ昔はちょいちょい手に入ったんで、まあ、そんな珍しくないスキンみたいな、そういうイメージがあるんですけれど、今確か入手方法ないんかな、まあ、結構なんかその、スキンみたいな風に言われていることが多くて、よくわかんないんですけど、どうですか？僕は全然これに対して希少価値感じていないんですけれど、まあよかったらコメントとかで教えていただけると嬉しいですね。で、次ですね。アンケートにエヴァコラボについてのことが来ていましたと。あ、やっぱ来ますよね。このタイミングで。エヴァンゲリオン、すごくね、まだまだ話題ですよ。はい。まあ、話としては完全に新劇場版、新エヴァンゲリオンの方でもう終わったんですけれど、まあそれでも人気っていうのが今現状も続いてますし、いろいろ面白い部分っていうのがありますんで、その話題に乗ってコラボレーションしていっても全然おかしくないのかなっていうふうに思いますし、まあ、今後のエヴァ側のですね、展開の方を考えていきますと、まあエヴァもそうですし、いろんなコラボレーションっていうのが荒野行動の中に来るんじゃないのかなっていうふうに思いますね。で、次ですね。本当にフレンドが辞めたくなるぐらい、この時期の目指している人たちが苦しいと。まあ、新しいことを始めるとですね、どうしてもその、周りには否定されがちっていうのが、まあ、日本人っていう感じですけれど、それでもですね、まあ、局の方向性が合っているのか間違っているのかみたいな、そこぐらいはですね、周りの意見を聞いて判断していきたい部分ではありますよね。周りがどう思っているかっていうのを聞いて、それで自分の良し悪しっていうのを考えていくみたいな。まあ、それを兼ねて僕もリスナーさんにコメントをお伺いしたりとかはすることあるんですけれど、周りがどう思っているのか、まあ、もしかしたら自分の努力の方向性が間違っているかもしれないっていう仮定も持ちながらですね、いろいろやっていった方がいいと思いますね。まあ、やっぱり公演の彼にマント欲しいからといって何でもやってやろうみたいな、そういう気概は大事なんですけれど、本当に何でもやっていいわけではありませんので、あくまでその常識の範疇だったりとか、煽ったりとか、こすい手段を使ってっていうのは、まあ、周りをいつまでも認めさせることはできないようなやり方になりますし、どうせ努力するんだったらいつかは周りが認めてくれるようなやり方っていうのを選んでいきたいものですよね。で、次ですね。桜ガチャ180連引いて金枠なしだったんだけれど、そんなもんと。まあ、1.4% の栄光ブッシュのガチャやったら、そんなもんですね。1万円課金して金枠が1出るか出ないかぐらいなんで。それだったら、まあ、なくても、しゃあないのかな、っていうふうには、まあ、思いますね。いろいろ確率計算するサイトがあるんで、まあ、そこら辺使ってですね、実際求めていくといいのかもしれませんね。まあ、これから先、まあ、栄光物資のガチャの方ですね。まあ、あちらに関しましては、確率の、まあ、線引き確率のラインっていうのが上がってきておりまして、まあ、昔は 1% 未満ぐらいが低い確率だったんですけれど、今は 1.3% とか 4% が低いですね。基準値というふうになってますから、もしも回すんだったら 1.6% とか 1.8% とか 2% 超えているものだけを回していくみたいな、そういう風にした方がいい。僕は実況者だから全てを回していますけれど、もしも僕が実況者じゃなくてこのゲームに課金をするんだったら、そうやって確率が優秀なものばかりを回していくかなっていう風に思います。まあでも多分僕が実況者じゃなかったら僕はこのゲームに課金していないと思いますし、多分このゲームをもうやめていると思いますね。正直楽しさがないですからね。はい。まあ、VC とかするんだったら、人と触れ合うんだったら別に Twitter とか Discord だけで通話の方をしていって、基本は違うゲームをしていくみたいな。まあ、スマートフォンゲームでもパソコンゲームでももっとですね、自由で制限のされない面白いゲームってのはたくさんあると思いますから、きっとそっちをしていると正直思いますね。